それでは生態系サービスの事業をしていきます、ね、生態系サービス皆さんがね大人になった後にね小さい子からどうして自然って守らなきゃいけないのって言われた時にね自然は大切だからだよって言い続けるよりも具体的にねあの生態系サービスの内容を論じた方が説得力が増しますよね。ではまず生態系サービスの生態系の復習からしていきましょうかね。生態系の系の字気をつけてね、システムを表す字だからね。生態系の系の字はこっちの系じゃないから気をつけてね、システムを表す系の字です。で、どんなシステムかっていうと生物以外のもの、光とか土壌とか水とか温度とか大気、生物以外のものと生物が関わり合うシステム、ね、我々それを生態系と名付けているんです。で、生態系の中で果たす役割に応じて生物が分類されています。生産者とか消費者とかで、消費者の中のね、あの特に死体とか排泄物とかをね、食べてくれる消費者、ね、分解に関わる消費者を我々は分解者と呼んでいます。では、これらの生態系ね、このシステムね、このシステムから我々はサービスをね、受けているね、利益を受けているっていうんですね、利益をもらっているっていうんですね。どんなサービスかね、こちら、それがこれら生態系サービス。大きく直接的なサービスと、あとはね、間接的なサービスに分けられます。まず分かりやすいね、すごく分かりやすい直接、うわサービスされてるわ、利益もらってるわって分かりやすいサービス3つあります。供給サービス、調整サービス、もしくは調節サービス、文化的サービス。まあ簡単に言うとイメージはいろんなものをもらってるよね、生態系からものをもらってるよね、あと、生態系が、ね、あるおかげで、ね、我々の生活の安全を脅かすような、ね、危険な変化、ね、危ない変化、変化を小さくしてくれてるよね、あといろんな楽しみをもらってるよねっていう、そんなイメージ。例えば、供給サービス、ね、すごい分かりやすい、ね、みんなお昼ご飯食べました、ね、お昼ご飯のお弁当の中身、ね、ほとんど生物でしょ、ね、ほとんど生物、ね、食べ物をもらってるよね。あとは木材、みんなが今座ってる机、とか、ね、机とかもう木の机とか椅子とかはあんまり少ないんだけど、まあいろんな木材をねもちろんもらってるよねって、いろんなものを供給してくれてるよね、食べ物の供給、木材の供給、ね、いろんなものを供給してくれてるよ ね。それらのサービスを供給サービスと言いましょうと、している、ね、供給サービスとそれらのサービスを呼ぶわけです。あとは調整サービス、ね、我々の生活を脅かすような危険な変化、それを小さくしてくれる。例えば気候の制御、ね、洪水の制御、水質の制御、ね、ちょっと調整サービス分かりにくいかもしれないんだけど、例えば、植物が CO2 を吸収してくれて、ね、気候が、ね、悪い方向に動くのを、ね、制御してくれてる、ね、安全な範囲内で、バランスを取ってくれてる、ね、それが調整サービス。あとは洪水の制御、ね、ジャーッと雨が降った時にそれが直接川に流れ込んだら洪水になっちゃうけど、例えば落ち葉があったら落ち葉の上で一回水が、ね、トラップされる。あとは植物たちって水を大気に戻す働きを持ってるから、ね、洪水を制御してくれてる、ね、森林があると実は洪水って起きにくいんだ、ね、洪水の制御、森林のような生態系があると洪水が起きにくい、ね、洪水の制御。あとは水質の制御、ね、水をきれいにしてくれる働きがある、ね、自然浄化ってね、また別に動画用意してあるけど、ね、自然浄化、ね、水をきれいにしてくれる、そんな働きもある、ね、気候の制御、洪水の制御、水質の制御。なんとなくちょっとイメージしにくいかもしれないんだけど、でも調整と制御ってすごい意味合いが似てるでしょ、ね、調整サービス、気候の制御、洪水の制御、水質の制御、ね、そんな風に、捉えるとあんまり間違えることもないと思います。で、文化的サービスも分かりやすいですよね。いろんな、ね、生態系が豊かだからいろんなレクリエーションが楽しいんだよね。我々は生態系から決して物質だけをもらっているわけではない、精神的な楽しさを我々はもらっている、ね、そこから精神的な価値をもらっているんだ、豊かな価値をね、精神的な楽しみをもらっているんだ。例えばバードウォッチングとか楽しい、ね、あとなんだ、森林の中を歩くだけで楽しいよね、いろんな精神的な楽しみをもらってる。みんな公園散歩するだけで楽しいでしょ、ね、もちろん、楽しみって言っちゃってるけど、教育的な価値とか、ね、芸術的な価値とかあとは宗教的な価値とかね、さまざまな非物質的な価値を我々は生態系からいただいているんだ。これらが直接的な生態系サービス、供給サービス、調整サービス、文化的サービス。ここまで分かりやすい。ちょっと分かりにくいのがこの基盤サービス、ね、
基盤サービスってどういうイメージかっていうと、これ生態系を簡単な図にしたものですよね。まあ、動物や植物がいると、ね、ほんで水とか大気とかあると、あのもちろん、生態系を構成するあの要素って生物だけじゃないんだよ、もちろん、土壌とか水とか、ね、大気とか、ね、生物以外のものも生態系を構成する要素なんだからね、そこ気をつけてね。でこの生態系をちょっとこの、生態系をちょっと描いた、これは簡単な図ですけど、でさ、基盤サービスってこれら3つの、サービスを受け続けるためにはこの生態系が維持され続けなきゃいけないよね。この3つの直接的な3つのサービスを受け続けるためには生態系がずっとこの先も100年200年と維持され続けなきゃいけないよね。これさ、1個の水槽だとしてごらんよ。これを1個の水槽だとしてごらんよ。水槽、この水槽の中の生態系、この水槽の中のシステムがずっと維持され続けるためには、この水槽の中の生態系が維持され続けるためにはどんな仕組みが必要かな。例えば植物に酸素を出してもらわないとこの水槽の中の生き物たちみんな死んじゃうよね。光合成による酸素の生成、 O2 の生成、土壌がなきゃいけないよね。土壌の形成で物質が循環しなきゃいけない。もちろん水も循環しなきゃいけないし、生き物に必要な物質がある特定の場所にギュッと固まってそこから動かないんじゃ生き物みんな死んじゃうから、いろんな物質が循環しなきゃいけない、いろんな物質が循環しなきゃいけない、物質の循環、こんな風に生態系の維持に必要な仕組み、生態系の維持に必要なサービスを我々は基盤サービスと呼んでるんだ。そんなイメージなんだ実は。みんな、頭いいから、光合成によるO2の生成って調整サービスじゃねって思っちゃう。みんなこれを見た瞬間に、光合成ってO2を作るだけじゃなくて CO2 を吸収するぞ、 CO2 っていうのは温室効果ガスだぞ、ってことは気候の制御じゃねえか、調整サービスじゃねえかって、あのみんな頭いいから思っちゃうんだけど、実は、そういうイメージで書いて、そういうイメージで書かれてはいないんだ。この生態系を維持し続けるためには酸素の生成が必要ですよねってイメージで基盤サービスに入れられてるんだね。では基本的にこれが生態系サービスの授業なんだけど、我々がこの生態系から生態系サービスを受けることができる、その背景には実はいろんな生き物がそこにいますよねっていう前提が、隠れた条件があることに気づきました。実は生き物の多様性がこれらのサービスを受けるために実は必要な条件なんだ。だってさ、考えてごらんよ。だって鳥が一匹もいないバードウォッチングってやばいでしょ、ね、何が見えるんですか、んこの山に、この山に鳥はいないよってやばすぎるでしょ、ね、なんで公園を歩くと楽しいの、なんで、森を歩くと楽しいの、森にはいろんな生き物がいるからだよ、ね、植物がいなかったら気候なんか制御されないし、自然浄化を学習すれば分かるけど、いろんな生き物がいるから水がきれいになっていくんだ、ね、お弁当の中見てごらんよ、いろんな生き物だよそれね、あのお弁当の中の食べ物ね。こんな風にいろんな生き物がいるっていうことが生態系サービスを受ける、ね、条件になってる。生物に多様性があるってことが生態系サービスを受ける、生態系サービスを我々が、受けることができる実は条件になっているんだね。話は最初に戻るけど、小さい子になんで自然って守らなきゃいけないのって言われたときに、自然は大切だからだよ、ね、なんで生き物は、ね、生き物の多様性を、ね、あの維持しなきゃいけないの、ね、なんで多様な生き物がいた方がいいの、それは、いいからいいんだよってあの頭ごなしに言うよりも、ね、こんな背景知識があった方がこう、納得して、納得しながら、なんだ、豊かな議論ができるよね。では、生態系サービスと、生態系サービスの、授業でしたね、もう一度復習してみてください。すごく大切な、概念だと、個人的にも思うので、ね、ぜひ、ね、学習してみてください。ではお疲れ様でした。